ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速世界のコース行ってみよう。はい、それじゃあ今回は1-1草原の国始まりの道グラスランド原作風のシリーズを始めます。難易度はマリオ3からマリオ2ぐらいで簡単すぎず、かといって極端に難しくはないようなシリーズにしたいと思っています。お、シリーズで作っていく、すごい。そういうの、草原の国始まりの道 1-1 グラスランド。おお、確かに 1-1 ってこんな感じあんまりマリオをやったことはないけど、でもなんかこういうイメージ、なんかクリボーが出てきてみたいなね。よいしょ、ちょ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 、はい、よいしょ、はい、ワンナップ。火を吐いたところでこっちには来ない。しかし、あー怖い、ギリギリめっちゃギリギリやった今。よいしょ、お、中間早い。なんかいつもさ、結構なんか盛大な物語風みたいな、おー、びっくりした物語風みたいな感じのねコースをやっているから、中間がめちゃくちゃ早く感じるよ。イエーイ、ワンナップ。ここはボーナスステージ的なところね。びっくりしたわ、何が出てきたんかと。いやー、ちょっとやめてよ。パタパタならパタパタらしく空を飛んでいていただかないと。あ、これは気持ちがいいやつだね。あ飛ぶタイミング、よし、行くぜ。よいしょ、ちょ、パタパタ軍団。うおっと、怖い。はい、よし、ちょよいしょ、オッケー、めっちゃいい感じ。はい、ワンナップ。必要ないかなと思いつつ一応ね取っとくよいしょ、なぜ持った、私。おお、結構早い感じで、私の中ではねはい、コースクリア、いいね。私の中ではだいぶ早かった、よかった。はい、そして次はどうしよっかな。それじゃあウォーターランド 3-6 タイダルでいいかな、どういう意味やろどういう意味やろ。スタンダード一発ネタ、スタンダード系。よし、行くぜ。水の、おっと、なんかどんどん水位が上がっていくんですけども、マリオの世界はあれ、溺れることはないの。コインコインコイン、オッケー。うっと、危ねえ。あ、でもノコノコも普通に水中を歩いてるからあれか。あ、待って、あー、見えてなかった、鍵の元しか。よし、ファイヤー、ちょ待って、取らせて。あーっと、怖い、やめてよ。そうやって水上にまで来るプクプク、どうかと思うよどうかと思うよ。ちょ、来ないで来ないで、あー来ないで、怖い怖い怖い。もうなんかプクプクがすごい脅威なんですけど、危ないふう、怖い怖い。赤いのも緑のもプクプクかな、今ちゃんと言えた私あ、ここ、どこの右側なんやったんやろ。一社中間、オッケー。あれか、溺れることはないか。こんなね、水中で炎を発し寄るぐらいやけん。ちょ、全然当たらねえ。え、なんかどんどん増えてきた気がする。あー、そこから出てるのそこで大量生産されてるのね。なるほど。お、さらに追加で、ちょ、抜けれるかと思う。あー、しかし、復活。
して。あれは蹴り落としとったんでよかったんかな。まあ、水中ではかぶれんか。あ、危ねえ。あー、超せっかく復活したのに。お、月曹の親子。あ、待って、また来たよ。あー、痛い。ちょっとやめてやめて。月曹ってさ、ついてくるよね。ちょ、やめていただきたいんだけど。あー、ちょ、せっかく復活したファイヤーを速攻で失っていく。よしよし。あー、怖い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 。隙間をくぐり抜けて。あー、もうこっちゃー、ちょっともう嫌だー。でもゲストは水上には来ないから。え、来ないよね。来るんか。来ないで。マジで来るんや。あ、もうゴールじゃない。え、あれ、そういえば鍵の元7個さ、必要というか、あれ集めれるんやったんやけど、どこにその扉あったんやろ。まあいいや。ゴールしてくー。じゃあ優雅に水中歩くな。はい、コースクリアー。いいね。別のコース、別のルートがあったってことかな。まああれか、なんか途中であった高い土管の右側、あっち行けそうやったもんね。次は、ルイージーズマンション、ゴーストハント。よし。これやってこう。ルイージーマンション、ルイージーマンション。ルイージーズマンション、ゴーストハント、謎解きギミック。ん？謎解き？ここ。これが、ルイージーマンションですね。あれ？何棟もある。あれ？なるほど。一棟だけではないのね。おぉ、何？びっくりする。やめてよ。これは、あ、ここに鍵の元があるけど、こいつをやっつけなければいけないということかな。羽がもげたよ。とりあえずなんか他にすることがなさげなので、なんか上に黒いパックンがいたけど、おー怖い。とりあえずやっつけてく。猫の手出てきた。私あれ結構好きなんよね、猫の手。ピシッ。何？誰の声？あ、なんか知らんけど、巨大カロンが、お亡くなりに。なるほどね。ステージというか、その面、ん？その面？その部屋の、すべてのお化けを倒すと、あー！鍵の元がゲットできると。よしよし。てれれれれ。はい、二部屋目。よし、来い。いいね。ちょ、怖いよ。ここ狭いけんね、結構。よっ。毎回、あれは別に、特定のキャラの声ではないってことか。お、危ねえ。いや、危ねえって言ってもあれぶつからんのか。はい、鍵の元に。あと一個。あと一個どこだ。よいしょ。ちょっと待って、上がれない。よいしょ。このブロックが気になったけど、ワンナップか。ちょっと待って、なんか、じわじわとテレサが近寄ってきている。やめてください。よいしょ。あ、でも一応テレサが見えないぐらいの高さだったら、反応はしてこないのね。よいしょ。あー、なんかめっちゃ近づいてくる。やめて、追いかけてこないで。びっくりした。テレサかと思った。ここか、最後は。よし。なんかめっちゃおろく、え、なになになに？あ、上動きよるのは音符ブロックか。びっくりした。あ、巨大カロンおったよ。よいしょ。あの声もあれなの？コース作るときに自分で設定するの？あと何匹だ？あ、ここに鍵の元があるんだ。じゃ、早く来いよ。全然埋め込んやん。え、全くもって埋め込んやん、この子。あー、下から行かんといかんのか、私が。なるほどね。オッケー。これで、やったー！これで鍵の元全部揃った。
天からの恵み。よし。よっしゃー、鍵ゲット。それじゃあちょっと部屋に入っていきますか。こっちか。よいしょ。もうゴール？あ、まだ中間？マジで？え、まだ、もしかしてまだ結構あるとか。なに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 ？え？なんの、何か落ちてったよ、今。誰？なんか上、あ、上はトゲか。トゲってことはこれでいけるんじゃない？あ、ほらほらほら、こっち行き止まりや。なるほど。じゃあこれで、トゲの上を、なんだなんだ。あ、なんか怪しい空気が。よいしょ。びっくりした、テレサではないね。え、もしかしてまた？またやっつけていく感じ？え、じゃあまた鍵必要なの？そういうことではなく？なくなった。なくなった、ちょっと。あ、この火花は別に当たっても大丈夫のやつ。よし。カロンコーラを取り戻してきた。取り戻してきた。ちょ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 。よいしょ。オッケー。で、よし。もうこっちに流れてくるやつはいねえな。おー、危ねえ。よいしょ。お、この子は普通に潰さんといかんのかな。他は？他は、あ、もしかしてもういない。ん？いないね。てか、ここにカロンコーラあるやん。私、前の部屋まで取りに戻ったのに。おっしゃ、一発で鍵ゲット。あ、そっか。次、鍵のところかも。お、お、お、お。なんだ、どこまで続くんだ、おい。どこまで続くんだ？いや、あれ違う。ん？こっちか。早く、あ、ちょ待って、これ、お化け閉じ込めとるね。あれ？あー、そう、うん？え、どういうこと？ちょ待って、全くわからねえ。え？あー、やったやった、いけたわ。いけたわ。ちょ待って、最後のあの、最後じゃなかった、もう一匹いた。よ。あの子は？あの子はどうなってるの？別に普通？あ、いけそう。よし。やったー！この暗い感じ嫌やね。あ、ちょっと待って。はい。足場。お、また中間。なんなの？どこまで続くの？完全防備きた。完全防備きたー。あっちに10コインが。あれ取れ、あ、よし、取れたー。なるほど。そのための、あ、そういうわけではない。よいしょ。あ、鍵がいる。鍵、鍵は？ちょ、この子たちまたやっつけないといけない。え、でも巨大カロンもらんねん。シャキン。もうすでに武装しているけどな。よっ。お、お、お。あ、これでちょっとずつ、なんだなんだ、笑ってんじゃねえぞ。これでちょっとずつね、居場所削っていけば。はい、次のとこ。あら？お、なんか、ちっこいカロンおるやん。え、もう巨大カロン。え、てか、テレサもおるんですけど。待って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 。ちょ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 。そのための、そのためのトゲコーラですか、私。おー、怖い。じゃあ、カロンのコーラがなくなって、カロンのコーラ？合ってるか。カロンのコーラがなくなってしまったから、よいしょ。下から来られるとちょっと困るんだな。ちょっと困、あー、待ってー、脱げたー。誰にも攻撃ができない、これは。ちょ、ちょ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 。これは危険なんじゃなかろうか。お、はぁ、ですよね。
よし、再び。再び、トゲコーラを。おっと、危ねえ。びっくりした。めっちゃ花火上がるやん。超お祝いしてくれる。ってことは、もうすぐ終わりが近いということか。いいぞ、いいぞ。よいしょ。マリオの世界の敵たちはみんなこの声が。あ、あとは、あれあ、ちっこいカロンもそういう扱いなの。なるほど、やっつけるんじゃないんやね。おー、これは、え、待って、これは、いける。うおっと、怖強行突破。そして、またしても、完全武装。ってことは、この先まだ危険な場所があるということなの？お？あ、そういう感じ。え、で、なにこれ倒していく感じ？いやぁ！倒していくのね。よし。うわぁ！ちょ、あ、ピンチ。あ、こっちにもあるよ。壊した！待って、これだけでいけるか。いや、とりあえず、下からつけば、これだけでも全然、うっと、その微妙な動きやめて。お、いける。一匹ずつ確実に仕留めてこう。めっちゃスカル。ういむかつく。おい、こっち来いよ。お、あと2匹よし。あと1匹。よっしゃー。ね、あの乗り物何の意味があったん？全然、うえ。ちょっと待って、あっこやん、ゴール。あ、無敵？ありがとう。助かります。やったね。なるほど、最後の最後は、完全防備、めっちゃ完全防備やね。無敵。いいね。結構かかってしまった。部屋も多かったし、っていう言い訳。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、私は結構テレサが苦手だな。なんかついてこられる系の敵が苦手やね。ゲストも含め。